カリカルテルは、コロンビアの犯罪組織。カリカルテルは、コロンビアの都市サンティアゴデカリで活動していた、ヒルベルトとミゲルのロドリゲス兄弟が中心となっていた、エーリーウカイを制御とする、ロスチェマス団を前進とする。麻薬密売に手をつけたヒルベルトは、まず軽飛行機を購入し、反製品のコカのペーストをペルーからカリに空輸しそこで、塩酸コカインに生成して、 アメリカ合衆国に送った。数年で700機の飛行機を自前で用意して全米に運ぶようになった。抜群の経営能力を持ち、まず銀行に投資し1974年には自ら銀行を設立させ、中南米の銀行を買収した。またコカインの国内製造のために全国最大の薬局チェーンを買収して、必要な薬品は何でも輸入可能にすることで、 サプライチェーンを完結させた。その情報収集能力も驚異的でアメリカの捜査当局でさえ出し抜かれた。メデジンカルテルが重厚なヒエラルキーに支えられていたのとは対照的に生産者がそれぞれ自営で決定権を持ちつつ生産物を消費者のもとまで届けるという落農組合に似たシステムで柔軟なカルテルを作り出し利益は追求しても 当局との直接対決は酒評に出ない立場だった。1980年代に入って、マネーロンダリングに対する司法の目が厳しくなると、アメリカが衆国ドルで、耐久消を財を買い、コロンビアに密輸して、現地通貨のペソで売った。ヘロインの製造も手掛けて、急成長し、コロンビアの犯罪組織メデジンカルテルに次ぐ規模になった。しかし、幹部は、 中小企業経営者や中産層が多いことから、当局者を徹底買収することにより戦闘を控え、無用な殺傷を極力避けていた。1981年と1982年に、他のコロンビアマフィアとの会議で、ニューヨークを縄張りにすることに決めたの組織がそこに密輸する場合は、狩りと連携しなければならなかった。ただし、その後、 逮捕のリスクを避けるためにメキシコマフィアと協定を結び、メキシコ経由で運ぶようになった。1986年から、ライバルのメデジンカルテルが、政府相手に、麻薬戦争を開始すると、当局に情報を流したりしたため攻撃を受けた。それに伴い武闘派路線を取るようになり、メデジンカルテルのリーダーで、麻薬王のパブロエスコバルの家族やブカラを、自ら結成した。 ロスペパズという時警団により多数殺害している。メデジンカルテルが1993年にエスコバルの射殺による死に伴って壊滅すると、コロンビア産コカインの8割を支配し年間推計90億ドルの収益を上げるようになった。だが、翌年、エルネスト・サンペール・ピサノが大統領に就任すると、その大統領選挙に資金を提供していたことが、 発覚し、大スキャンダルとなった。ロドリゲス兄弟ら最高幹部は、メデジンカルテルの二の舞を避けるために政府と取引し、景気短縮を条件にして実施することにより組織の延命を図ろうとした。だが、そのことによって、組織の統制が取れなくなり衰退した。その後、メデジンカルテル壊滅後の敵対組織だったノルテ、デルバジェカルテルが、 コロンビア最大となるも2008年までに、この組織も消滅。これらの反省からコロンビアでは、現在、過去のような大型組織はいなくなり、カルテリトと総称される小型組織が幅を利かせている。組織の小規模化に伴い、麻薬組織のゲリラ化が進んでおり、以前のような集約された、資金力、政治力ではなく、市民にとって身近な脅威として、 深刻な影響を保っている。組織のつながり狩領であった、ロドリゲス兄弟は現在アメリカ合衆国の刑務所に収監されている。ロドリゲス兄弟の片腕だったパチョコとヘルマエレーラは、ノルテ、デルバジカルテルもしくは、左翼民兵と思われる敵対者の報復に、愛刑務所内で殺害。警備主任だったは、ホルヘサルセドは、中央情報局と通じた。 情報提供の見返りとして、アメリカに亡命。ニューヨークにおける取引を仕切っていた、ホセサンタクルスロンドーノは釈放後コロンビアで右翼の、従軍組織と手を組んだとされたが、後に死体で発見された。ありがとうございます。